かな。全力！相手してやるよ。こんなもんだろう。ああ怖かった。ワクワク、いざ御開帳。デイジの巣にしてやる。はっ、思いっきり。デイ、はっ、楽勝だな。おととい来やがれ。ってことは慢性的に物資は不足してるのか。国の統計じゃそんな結果は出てなかったはずだが。物資自体はあるんですが、高価なものが多くて十分に行き渡ってるかというと。なるほど、ありがとう、参考になった。マティアスさん、またナンパですか。おや、リディージョ、まさか嫉妬してるのか？かわいいね。スーちゃん、マティアスさんのこと撃っていいよ。はいよ、どこ撃つ？好きなとこ行って。ごめんごめんごめん、おふざけが過ぎました。ナンパしてたわけじゃありません。さっきの商人に流通の実態を聞いてたんだよ。上がってくる資料だけじゃわからないことが多いからな。へえ、マティアスが真面目だとなんか変な感じ。おいおい、俺はいつだって真面目だぜ。普段だってただふらついてるわけじゃない。世間知らずなのは痛いほど自覚してるからな。都を歩き回っていろいろ見聞を広めてるんだ。これでも俺は王様の第一候補。将来のためにも今のうちに知識を蓄えておかないと。そうだったんだ、ごめんなさい。お父さんみたいなダメ人間だと思ってて。面と向かって言われると傷つくが、分かってくれたならよしとしよう。私もごめんね、今まで勘違いしてた。マティアスも頑張ってたんだね。そういうこった。これからはもっと俺にも敬意を持って。お
可愛い子ちゃん発見。おい、そこの彼女。呆れた。せっかくちょっと見直したところだったのに。うん。ああ、やっぱりマティアスはマティアスだね。どこに行こうかな。お邪魔するぜ、ルーシャ嬢。ここがあのアトリエヴォルテールか。ちょうどいいところに来てくれましたね。古い池のように緑色の薬と、なぜかドドメ色の薬。マティアスさん、どちらを飲みたいですか？いや、どっちもお断りだけど。まあまあ、そうおっしゃらずに。きっと美味しいですよ。天にも昇るくらい。死ぬよな、それ。間違いなく死ぬよな。来たばっかだけど、俺、帰る。あれ、アカネ、どうしてだ。くしょ。ここは私の家ですよ。鍵くらい遠隔操作で閉められるに決まってるでしょ。決まってねえよ。来るな。大丈夫です。苦しむのは一瞬で済みますから。殺す気満々じゃねえか。やべ、追い詰められた。はい、私の独断でドドメ色の薬に決定で。あれ、なんともねえぞ。むしろ体が元気になったような。それはそうでしょう。いくら私だって害のある薬を飲ませたりしませんよ。色は最悪ですが、どちらも滋養効果は抜群です。マティアスさん、最近お疲れのようでしたからね。いや、その心遣いはありがたいんだが、あんな無理やり飲ませる必要あったか？おっはっはっは、それは気分です。ただ薬を飲ませるだけじゃつまらないですからね。ああ、こいつはこういうやつだった。まあ悪い子じゃないのは分かってるんだけどな。あ、後遺症には気をつけてくださいね。使った材料のせいか、たまにおでこから角が生えるので。はあ、前言撤回。やっぱりお前は悪いやつだ。魔女だ、魔女。私は面白ければ何だっていいんですよ。はあ、伊達に双子と幼馴染じゃねえな、こいつ。くっそ。どの触媒がいいか。
それで平気。よし、始めます。この辺にこれを、ズバリここだ。さあ、きれい。ここまではバッチリみたい。どの、さて、どれを使う、どん、材料は、触媒で一味加えよう。ど、さて、どれを使おうかな。いざ、まだまだこれ、こんなか、どうも、よし、特性はどれにしよう。こんなか、なかなか上手にできました。さあ、行こう。あ、マティアスさん、この間はすみませんでした。十分に検証もせず副作用がある薬を飲ませるなんて、私ちょっとどうかしてました。ルーシャ嬢、どうしたんだ、気持ち悪いぞ。ああ、ひどい。私はただマティアスさんに謝りたかっただけなのに。ほら、こうしてお詫びの品も持ってきたんです。今度こそ正真正銘副作用なしの疲労回復の薬ですよ。嘘だ、絶対嘘だ。どうせろくでもない薬なんだろう。ここまで信用がなかったな。でもそれも仕方ないのかもしれません。全ては私の行いが悪いせいですから。本当にすみませんでした、マティアスさん。ああ、待った、さすがに言い過ぎたよ。ルーシャ嬢は俺のために薬を持ってきてくれたんだよな。マティアスさん、それじゃあ、ああ、ありがたくいただくとするよ。それじゃ、いただきます。油断しないで。
しよう。これでなかなか上手にできました。この出来なら電気もバッチリ計測できちゃいそうね。5本。あとはこれを置いてくればいいんですよね。ミレイユさん、失礼します。あら、ダメだったかしら。この出来なら、電気も、個人的には会心の出来なんだけど。しか出ないです。そんな難しそうな道具パパッと作っちゃった。